使い方自体は非常にシンプルで、インサートしたら再生しながらブーストつまみを回していくだけです。DWS の鈴木です。ケクオークバイバンドラボで始める DTM 入門講座。今回は曲が完成した時の最終的な仕上げ作業、書き出しについてご紹介してみたいと思います。 スケークークをはじめとした DAW ソフトというのは各楽器ごとにトラックというものを作ってそれぞれのトラックに演奏データを配置して曲を作ってきましたですので通常のオーディオプレイヤーであったり CD またはネット配信なんていうのをする場合には一つのステレオのオーディオトラックとして書き出す必要がありますいわゆるミックスって言われるものですねミックスダウン、トラックダウンなんて言われるものはマルチトラックで作ってきたものを一つの2トラックのステレオファイルに落とし込む これが一番の目的なわけです。その過程の中で各トラックごとの音量調整であったり、エフェクトを使って、よりかっこいいサウンドに仕上げていきましょう、なんていうアプローチがあるわけです。ちょっと話が逸れてしまいましたけれども、書き出し自体は非常に簡単です。曲が完成したら、画面左上、ここにまあエクスポートっていうボタンがあるんですけれども、こちらを押すだけです。そうすると、どのような形式で書き出したいのかを選ぶことができます。多くの場合は、オーディオファイルとして書き出すことが多いかと思いますので、 オーディオにカーソルを当てていただくと AIFF なのか FLAG なのか MP3 なのか OG なのか WAV ファイルなのか WMA なのか好きなフォーマットを選ぶことができるようになっていますまた詳細設定の画面クリックしていただくとより細かい書き出し設定ができるようになっていますファイルの保存先を選んでいただいたらファイル名をつけてファイルの種類こちらをクリックすることによってどのような形式で書き出したいのかを選択することができますご覧いただいてわかるとおり こちらの先ほどエクスポートから入ったよりも、さらに多くのフォーマットに対応しているのがわかると思います。実は DSD フォーマットで書き出すなんていうことも結構多くできたりします。またウェブファイルや MP3 ファイルとして書き出すときには、その書き出すときの音質設定ですね。こういったものを細かく設定するということもできるようになっています。サンプリングレートであったり、ビットレートですね。いわゆるオーディオ CD クオリティというのは 44.1kHz のビット数が、 1 6ビットという形になるんですけれども、例えばハイレゾ配信でしたいよなんていう時には、96kHz の2 4ビットとかを設定していただくとよりいいかと思います。またよく使うことが多いであろう MP3 についてもちょっと見ていきたいと思います。ここで書き出すエクスポートなんていう風にするときに、エクスポートオプションという形で、MP3 のビットレートを変更することができます。今は 128kbps になっていますけれども、 より高音質な MP3 にしたい場合には、ドロップダウンから192であったり256、320なんていうのを選んでいただくといいかと思います。ちなみに書き出し範囲についてなんですけれども、今はこちら。画面左上見ていただきますと、プロジェクトなんていうふうになっています。これは曲の先頭から音が完全に切れるまでの時間を自動的に設定してくれているよというもので、今ですと4分21秒16。 この長さに設定してくれてるわけです。例えば、後ろが長くなった場合どうなるのか、ちょっと見てみましょう。これをコピーしてみます。はい。そうすると、自動的に4分58秒15に伸ばしてくれたよと。また、特定の範囲を書き出したい。例えば、頭の部分はいらないよ、なんていう場合には、範囲選択選んでいただいて、タイムルーラー、このようにドラッグしていただきますと、この範囲だけを書き出す、なんていう使い方もできてきますので、この辺は必要に応じて使い分けていただければいいかと思います。 ちなみにオーディオファイルとして書き出すときの注意点としましては、マスターのフェーダーですね。コンソールで見たときのマスタートラック、こちらですね。ミックスダウンのときにはレベルメーターが赤くならないように気をつけてください。場合によっては、マスタートラックに FX の中からオーディオ FX、標準の付属の中でいきますと、ブースト11というエフェクトがあるんですけれども、こちらを設定していただきますと、どんなに大きな音が入っても0デシベルを超えるということはありません。 使い方自体は非常にシンプルで、インサートしたら再生しながらブーストつまみを回していくだけです。<music> こんな形で簡単に音割れを防ぎつつ音量感を引き上げるなんていうことができますので、こういったエフェクトを活用いただくとより良いかなと思います。このあたりに関しても本当に色々な考え方、ノウハウがあったりしますので、 この辺りについてもこのチャンネルの中でまたご紹介していけたらなというふうに思っております。ということで今回は完成した楽曲を書き出すエクスポートという機能についてご紹介してきました。今回まででまずは知っておきたい基本的なケークオークの使い方というものは一通り網羅できたかと思いますので、次回以降はもう少し踏み込んで、より細かく曲作りや音作りをするときに知っておくと便利な機能について、tips 的にご紹介していきたいと思っていますので、引き続きチェックお願いいたします。 それでは、今回もご視聴ありがとうございました。